神秘で広大な宇宙。この宇宙に救う悪のエネルギー生命体、宇宙海賊ガイスターが人類の宝を狙って地球に潜入した。しかし破壊と略奪を欲しいままに戦闘するガイスターたちの前に完全と立ち塞がるヒーローがいた。宇宙警察エクスカイザーである。これは宇宙にはびこる悪と戦う勇者エクスカイザーと仲間たちの物語である。火星行きロケット出発。よし、準備完了。僕もできたよ。いい？私が合図したら発射するのよ。僕が勝つのは分かりきってるけどね。僕のロケットの方が高く飛ぶさ、見てろ。じゃあ秒読み開始するわよ。5 4 3 2 1 0、発射。まあそんなもんだろう。これで僕の勝ちだな。どうだ、これだけの大きさなのにこんなに飛んだぞ。この勝負引き分けね。おもちゃのロケットじゃつまんないんじゃない？ねえ琴美ちゃん、本物を見に行こうよ。え？あさっての火星行きロケットの打ち上げさ、パパのコネでいい席が取れたんだ。本当？すごいじゃない。だろ？コウタくんも行くでしょ。え、いいの？ね、コウタくんも一緒に、いいでしょ。いいと思う。ひどいな。あ、編集長。一体何があったんだ。見ての通りです。ロケット工場が壊されたんですよ。そんなことは分かっとる。誰が何のためにやったか聞いてるんだ。どうならないでくださいよ。警察の捜査も始まったばかりで、まだ何も分かっていないんですからね。ただ、ただは何だ。犯人は展示用の模型ロケットを盗んでいったということだけは確かです。展示用のロケット。ええ、これは僕の勘なんですがね、星はロケットマニアじゃないでしょうか。ロケットマニア。え、ロケットマニアがどうして工場を壊す必要があるんだ。ああ、どうしてでしょうね。バカモン、それを取材するのがお前の仕事だろう。ぼーっとしとらんで仕事をせんか。はい、わかりました。一体誰がこんなことをしたんだ。こいつは偽物だ。ただの針骨ではない。わしは本物のロケットを持ってこいと言ったのだ。
分かったら早く行け。大のガイスト様は怒っておられる。あんな偽物を盗んできたのは誰の責任だ。お前だ。俺はこれじゃないかって言っただけだ。本ガイストはいただこうって言ったんだぞ。なんだと、てめえ一発お見舞いされて。いや、俺はそういうつもり。うるさい。明日火星行きのロケットは発射される。その前に何としてでもロケットを奪い取ってこい。俺に任しときな。そいつらじゃダメだ。きっちり俺が決めてやるさ。エクスカイザー、起きてる？起きてるよ、コータ。ロケット工場が襲われたんだって？ああ。誰がそんなことしたの？まだ判明していない。でも何も取られてなかったんでしょ？展示用のロケットが1台なくなってたらしいが、役に立ちそうなものはそのままだったそうだ。変なの。でも火星行きのロケットが壊されないでよかった。こんなの直すのだって3時間もかかっちゃったんだから。コータはロケットが好きなんだな。うん。エクスカイザーは宇宙から来たから知ってるだろうけど、空の星は全部太陽みたいなもんでしょ？そうだ。コータのいるこの銀河系は約2000億個の星からできているんだ。そして全宇宙にはそんな銀河系が数千億個もあるんだよ。すっごいな。僕大きくなったらこの広い宇宙を冒険してみたいんだ。いつか宇宙ロケットのパイロットになって宇宙を飛び回るのが僕の夢なんだ。いい夢だ。明日打ち上げられる火星行きのロケットは火星に宇宙基地を作るために絶対に必要なロケットなんだ。宇宙に出ていくための前線基地ということだな。うん。だからあのロケットには絶対に火星まで行ってもらわないと困るわけなんだ。僕たちもいつかあのロケットに乗って宇宙探検に行かなくちゃならないからね。コウタ、必ず行けるようになるさ。うん。僕はいつかきっとあれよりでっかいロケットを買って君にプレゼントしてあげるよ。ん？琴美ちゃん。おーい、勝手に行くなよ。待ってくれよ。こら、押すな。どいてどいて。皆様、この歴史的光景をご覧ください。まもなく人類初の火星基地を作るためのロケットが打ち上げられようとしております。このロケット打ち上げが成功すれば人類の宇宙への道は一気に開けると言えるでしょう。打ち上げは今から30分後の12時ちょうどとなっております。人類の夢を乗せて火星へ飛び立つのです。いや、ちょっと苦しいだけ。まもなくロケットは発射体制に入ります。この発射のタイミングが重要なんだよね。どうして？いや、あの、つまり12時に発射って決まってるからさ。どうして12時なの？だからそのロケットの発射時間と打ち上げ角度がバッチリ合っていないとロケットはうまく火星に到着する軌道に乗れないんだよ。それをコントロールしているのがほら、あの管制センターさ。よく知ってるのね、コウタくんって。いや、それほどでもないよ。ち、まもなくカウントダウンに入ります。ロケット発射5分前。
スの言ってたロケットらしいな。これをつけてしまえばロケットは俺たちのもんだぜ。スカイターだ。エクスカイザー、エクスカイザー、エネルギーボックス始動。もう一丁！今だ！
巨大合体キングエクスカイザー。正義のロボットが巨大化しました。クソ、またでっかくなりやがった。やれ、やつめ。カイザーボール。あのロケットには絶対に火星まで行ってもらわないと困るわけなんだ。僕たちもいつかあのロケットに乗って宇宙探検に行かなくちゃならないからね。あのロケットはコウタ君たちの夢、壊すことはできない。うおっ、どうすればいいんだ。エクスカイザー、時間がないよ。ロケットを傷つけない方法があるはずだ。そこだ。打ち上げ角度を合わせればいい。これでよし。Whoa!
薬屋さんが穴ぼこだけになっちゃった。病院にも薬がないし、これじゃみんなの病気が治らないよ。エクスカイザー、製薬工場へ連れて行って、薬をもらって琴美ちゃんたちを助けなきゃ。次回、勇者エクスカイザー、薬屋さんが空っぽ。人気にも宇宙人いる？